未生町は、愛媛県の南予地方にあった町である。愛媛県の最南端、西は、文後水道に面し、東は、グスクベ町と接する。相図川の流域及びそのデルタ地帯に、平地は広がっている。海岸部は、足ずり和海国立公園指定地域である。中心の市街は隣接するグスクベ町と接しており、役場のほか、未勝文化センター、愛媛県未生町舎。 愛媛県立南宇和病院、警察署、愛媛県立南宇和高等学校、消防署、NTT などが集積し、南宇和軍の中心地となっている。町名の由来の不死に記した通り、古い歴史を有している。未章町の系譜。町村製紙工事。平成愛。和口未章村未章町。平成16年10月1日。長月南内海村。 合併新設合併菊川、長須浦愛南町、内海村、ぐすくべ町、一本松町、西海町、あ大正12年2月11日調整施行。い、マイナス昭和23年11月3日、内海村から中浦、猿、なる、高畑、積水、傍城なる川、平山の内大島が、南内海村として分立。同日、 内海村から平山の内大島を除く地域及び深泥が未象町へ境界変更。う、マイナス昭和31年9月30日南内海村と未象町とかが合体。内海村との合併以前の系譜は、それぞれの町村の記事を参照のこと。1889年に平城、和口、長月、菊川、長須の各村が合併して、 未生村が成立したとき、旧村がそれぞれ、大技となった。以後、合併を繰り返し、十二の大技となる。なお、愛南町成立後は、傍城なる川、赤水、高畑、中浦、猿なる以外の七つの地区については、未生をつけて呼ばれることとなった。例未生菊川、宇和島市内からバスで、約六十分。国道県道道の駅。ありがとうございます。